ここにいな。そう、なんか二人どこにいるのか。散歩しに来た。うん、おいで。日向のここ空いてますよ。いいのだよ、今日ビールのあれなの。そうめっちゃいいね。爽快マリナ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 。ふみ爽快マリナ。ここにいたんだ。ずっとね、どこにいるんだろうな。そうだよ、リカちゃんがいなくなった。ひなた一人ぼっちだからマリちゃんに来てる。そうだよ、そうじゃん。そうだよ。そうだよ。シク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 。バイバイ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 。シク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 。すごい。これさ、思った。すごいね、達成してたね。そう、全部全部達成。マジですごい。しかも全部すごい早い、スピードが早いよ。 うちの、そうダルマ王だし。そうダルマ王は今ね、でも今2位。あ、今2位なんだ。そうユミリンがね来てるから。そうなんだ。配信しなきゃと思って。みんな密かに密かに1位狙ってるんだけど、うん、あだってでも密かになの。あ、そうだ、大っぴらには言ってない。普通に1位にしてくれてもいいよみたいな感じ。大っぴらには言ってないけど1位がいいよねっていう話だよね。だみんなすごー。そう、確かにね、2位よりかは1位だ、ね、そうだね。そうでしょ、何事においてもね。そうだね、確かに一番がいいですよね。すごい、でもすごい、ずっと飛んでる、ずっといるんだけど、ここにぐるぐるぐるしてるね。すごい、すごいなぁ、ね、ぐる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 。楽しかった。三重に帰るね。え、気をつけて帰ってね。三重から車で来てんだよ。車、うん、車一人で。しかもすごい、何時間、6時間って言ってたかな。やば、6時間か8時間。体力すごいね。愛犯しちゃったね。いや、女の子でね、めっちゃ可愛い子なんだ。女の子で、女の子なの、うん、すごい。気をつけて帰ってね、休み休みだって。そう、天気も悪いし、高速とかね、怖いもんね。逆に混んでんじゃない、今ゴールデンウィーク。あ、終わりだから、帰省らしね。確かに早い方がいいかもね。ちょっと爽快姉さんって言われてて思う。爽快姉さんっていうより痛快姉さん。爽快爽快。そう、今日はもうでも早めに切り上げる人が多い。うん、そうだよね。確かに。だってさ、今日さ、アルビもホーム戦だからさ。うん、みんな言う、みんな言うそれ。帰り怖そうだよね。混みそうだから。僕のお友達がリガちゃんのことが好きだよって言ってるよ。あ、ありがとう。すごい、こんにちは、おひげよ。爽快ファッション、爽快ファッション、そう、すごいね、ありがとう。同じやつってこと。こことここは同じで、下はなんかちょっと似た感じでね、やつで、これは多分一緒だと思う。ブランド覚えてて買ったの。そう、買ったの。愛だね。愛だね。すげえ。だってもうみんな風味爽快にしてしか飲んじゃダメだよ。お願いします。うん、すごい、ごきげんよう、ごきげんよう。あ、そっか、挨拶がごきげんようなんだね。そう、こんにちはって言ったらしばき倒される。怖いって。怖い怖い怖い。あ、すごい、だるますごい。だるまがすごい、すごい、はべらしてるだるま。すごい、ずっと飛んでらっしゃる。そう、すごい、ラスカル飛んでる。すごい、ラスカル、ラスカルね、ホッカーさんで。ああ、すごい飛んでらっしゃるね。うん、すごいのよ、いつも頑張ってくれて。大丈夫、ちょっと2部でうとうとしたけど、今モンスター決めてるからと。3部は目をかっぴらいていきますよ。すごい。うん、昨日ね、フェスだったからね、うん、みんな。そうだよね、疲れて。しかもなんかフェス終わりにめっちゃ辛いの食べたんですよ。そうだよね、そうね、めっちゃ辛い。それでなんかお腹めっちゃ痛くなってマジ。そう、そうなのよ、みんなね、みんなね言ってた、ベロが痛すぎて。だから、え、私辛いの得意だったはずなのに、うん、なんか凡人の舌になってしまった。
じゃあ辛いの得意じゃないんじゃない？実は実は今でもね、あの全然いつもは、うん、普通の人よりは辛いのは食べれるんだけど、そう強いイメージある。うん、ある。なんかめっちゃかけてるよね。そう、毎日毎日かけてるけど、昨日のはなんか、うん、後に残る。確かにハバネロみたいな感じだった。そう、ね、辛さの種類が違かったね。うん、いやだ、すごい。リカちゃん可愛すぎた。来てくれてありがとう。ライブしているの？しない、してないよね、どう考えても。うん、してないよね、どう考えてもね、今ね。うん、サーティーンの中で誰が強いのでしょうか。え、でもみんな結構辛いの食べれる、うん、食べれるかな、ちょっとね。でもそんな食べれなかったのかも、昨日。あのヤンニョムチキンが、ヤンニョムチキンが、ヤンニョムチキン言えないのやめて。ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキンね。ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン。呪われてる。おばちゃん、ヤンニョムじゃない。ヤンニョムだよね。ヤンニョム。ヤンニョム。ヤンニョムじゃない。ヤンじゃない。ヤンじゃない。ヤンじゃない。アリちゃんだそれ。アリちゃんのツイートだ。じゃじゃ、ヤンニョム。ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン。そう。と、あとなんだっけ、天津飯じゃなくて小籠包。小籠包ね。小籠包と。あと餃子。そう、餃子と。でその小籠包が赤辛のやつだったので、赤辛はめっちゃ好きで、あれなんだけど一番辛いやつじゃなくて、なんだっけ、中辛、中辛ぐらいにしてもらった。全然辛くなくて、うん、え、赤辛本気出してないやんと思って、あ、舐め腐ったままヤンニョムチキン食べたら本当に辛くて死んだ。あれやばかったよね。あれが一番やばかった。ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン。この人一生言えないわ。いや、おばあちゃんだから何も言えないね。そう、でも風味爽快にしてにも合うんじゃないですか。あ、上手。全然上手。でもリカも大好きだよ。嬉しい、ありがとうね。風味爽快にして、風味爽快にして、めっちゃうまい。嬉しいよね。嬉しい、ありがとう。名前とも、いや、一向に言えない。言えない、もう。ヤンニョム、ヤンニョム、すごい。大丈夫、大丈夫みたいな。さ、めっちゃ辛かった。コンコン、コンコン、え、してなくない。やっぱさっきからさ、幻聴聞こえるね。え、やっぱそうだよね。私も聞こえたんだよね。確実にコンコンしたよ。うん、したよ。え、だって向かいのドアにも人いなかったよ。何も聞こえなかったよ、ひなた。え、怖っ。ね、ひなただけさっきから聞こえてないの。私もさっき聞こえて、コンコンって言ったよね、はーいって言ったけど全然いない。え、なんかリカちゃんがいきなりはーいって言い始めて、どうしちゃったんだろうね。怖い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 、やめて。怖い。あんまり霊感ないんだけどな、私は。うん、私もないよ。うん、霊感ないのにね、怖いね。うん、びっくりした。でも劇場に幽霊ちょっといてほしいなって思う。いてほしい。うん、なんでネタになるじゃん、話の。ああ、なるほどね。え、いるんじゃない。いるの？見えてる人、見えてるのかな。え、いる？どう？霊感ある人いる？ガチであるみたいな方いらっしゃるのかな。うん、ガチである人言って。ちなみに今なら信じてあげる。絶対いるって言うじゃん。絶対ある。いや、今なら信じてあげる。うん、いないか、さすがに。霊感ある人ないな。 MC ネタに使われる霊さん。え、でもさ、なんか、え、そう、私ユナコの声が聞こえたことがあって、クラクラ声の時に、うん、オンマイクですごい、なんて言ったんだっけ、やめてって言ったんだっけ。え、なんか聞こえて、うん、それでね、曲中にさ、オンマイクになってたよ、あれみたいな。マイク入ってたよって言ったら、え、言ってないです。怖っ。言われて、え。みたいな。え、でもなんかそれを DMM で見返してもらったの、みんなに。うんうんうん、そしたらなんか、でもなんかガサガサは言ってたよみたいな、聞こえたらしくって、なんか別の音だったけど、うんうん、怖っ。え、あったよね、なんだっけ、やめてみたいな、なんか言って聞こえたら、ユナコじゃなかったんで、私はユナコの声で聞こえて、うん、なんかハルカとかとじゃれ合ってって聞こえたのかなって思ったら、ユナコ言ってないですって言われて。
ってなった。なったね。怖いよね。怖い。いるかな、いてほしいな。いるかな。夢がある。夢ある？うん。でも、そうだね。生き量も、でもリカ生き量絶対飛ばしてると思うんだよね。生き量の話ね。うん。生き量ね。生き量ね。ゆかちゃんについてたやつね。あ、そうなの？そうだよ。すごいねゆかちゃんね。うん。今いないのかな？もう取れたのかな？もう取れたって言ってた。もう取れたって言ってた。見てもらいたいな自分も。でも自分もついてると思う多分。ね、そうなんだ、うん、え、でもさ、ついてたらさ、どうなるの、うん、そのなんかどうなんだろう、本当に肩が重いとかなるのかな、なるのかな、生き量ついてる人調べてみる、生き量ついてる人でもそれで言ったら今日あの移動中目開けたら肩重かった、だから日向絶対ついてるよ、てか全然霊感ないけど日向には霊ついてそう、うん、え、なんで、なんか、うん、ついてそう、ついてそう、マジ、うん、ついてそう、なんか自分の運で跳ねのけてるけど、うん、あ、わかる、強運だよね日向けどでもついてそう、その実害はだから及ばないけど、寝つきが悪くなるっていつに、え、日向もう終わりじゃん。寝た気がしない。ひなた。ついてる？最近めっちゃ眠り浅くて、うん、やばいの。じゃついてるかも。集中力が保ってなくて。保てない。皆さん朗報。ひなたについてる。ついてる人そう。初期突き立て初期。初期段階じゃん。やばい。すごい。賢いよ。こういうやつね。こういうやつ。じゃん。方向はごじ切り。ほんまの日のと。うん。突き立て。餅みたいに言うな。餅みたいに言うな。突き立てって言うな。餅みたいに。そうね。中期になると何しても疲れが取れずだるい人と、もう中期入ってきてんじゃね、同じ人のことばかり考えてしまう、普段と違う行動を取ってしまう、普段と違う行動なんか取ってる、なんか、でも昨日なんかちょっとさあまりにも使いすぎてたよね、使いすぎたさ、みんながさ、あのさ、辛いものってなっちゃった時に、なってた一人で寝ちゃってたもんね、うん、いつもそんなことないのにね、そうだよね、みんなと一緒に騒いでる、やっぱ振りやっぱついてるんだよ、やだ、夜ついてる、秋になるとノイローゼ気味になって、うん、無気力になって引きこもりがちになるって書いてある、あと匂いや声が聞こえるようになるんだって、それが末期、怖いね、こんま、それは生き量、生き量ついてる、そう、どうやったら取れるの、どうやったら取る方法としては、でも取る方法、払い方、話し替え方は、パワースポットを巡る、あ、でも好きじゃんパワースポット、パワースポット大好き、ね、よく行ってるイメージ、うん、あとまあ除霊だね、除霊でもさ、ちょっとさ、なんかお金払ってまでみたいなところあるじゃん、あるの、なんかそのあんまり実害が及んでないけど、うん、ついてますって他の人誰かに言われたら、なんかそれでなんかな、お金払ってまで払ってもらう必要あるのかなとかさ、逆になんか変なさ、ね、気をもらってきそうで、あ、それはわかるかもね、うん、その神社によってね、あれだって部屋を掃除したり清潔なものを身につける、お墓参りに行くって、そう、なるほどね、自分と向き合うこと、自分と向き合う、自分とはさ、でもさ常に向き合ってる、マインドじゃん、確かにそれってマインドじゃん、何？マインドの問題じゃん、滝行すれば払えるらしい、あ、じゃあ日だったら佐渡に送り込もうか、この滝だよって教えてあげるから結構道の
ロン君に来てもらう。あ、でもなんかワンちゃんとか猫ちゃん飼ってるとなんか追い払ってくれるって言うよね。お、ロン。うん、なんか確かに最近ロン足りてないな。あのさ、幽霊とかにさ、なんもないとこに吠えたりするじゃん。あ、するね。こうやって大きい音とかで追い払おうとしてくれるらしくって、守って、本当に守ってくれるみたいな、心が通じてるペットとかだったね。ロンと心通じ合ってるからちょっと謎だな。だってお利口さんにされるんでしょ、日向来たら。よそ者だと思われる。かわいいじゃん。よそ者だと思えてんのにあんな袖壊れてた。それはよそ者じゃないと判断されてた。判断されてきた時に食われてたんだ。あの TikTok 大好きなんだよね。かわいい。ロンに袖食われまくってるやつ。てかあれからさらに大きくなってるから、ロンにやりたいな。でも全長日向ぐらいあるでしょ。だってあるある、まあ、日向よりかはちっちゃいかな、こんくらい、全長。いや、そう、もうほぼ日向や。日向ぐらいまで来てる。ひなひなティーぐらいまで来てる。ひなティー、うん、あと A だけ、A 分、 A 分ひなたの方がでかいってこと。そう、家族の序列ではロン君が上や。そうなん。どうしよう、生き量か、これ。誰の生き量だろう。なんか心当たりないの。恨まれてることとかってこと。え、恨まれてるのもあるけど、生き量ってこ好きすぎてもあるよ。え好きすぎてもあるんだよ。だからファンの人たちも知らず知らずに飛ばしてる可能性がある。なるほどね。あ、じゃあそれはそうかもね。それはそうなのかもね。うん、そうだよ。チームサニーの生き量。え、じゃあでもファンの人ってより、ファンの人ってさ、なんか応援しようと思ってしてるじゃん、うんうん、っていうより、なんかこう、なんか身近な人な気がする。日向のことが好きすぎちゃう。そう、わかんないけど、でも女も男でもだからね。確かに、飛ばしやすい人ってあるのかな。ありそう。でも思いがエネルギーに変わる人だから、うん、推しのこと強く思ってたらなるんじゃない。確かに。あ、ゆたろうの生き量、確かに入ってそう。あるなあ、ゆに次いつ会えるの。あゆじゃん。じゃああゆの生き量です。ひなたについてんのは。忙しいの。次いつ会えるの。なんで会ってくれないの。あゆで確定です、これは。完全に今日来ないの。あゆ太郎か。あゆ太郎です。なんだ、あゆか。でもあゆならなんか勝てそうだよね。凶暴になってもその生き量がさ、うん、でも確かに、まあこれは生き量のせいってことにするかっていう具合もあるの、うん、なんか怖いね。でも私の友達生き量4体ついてて。え、何体ついてて、うん、その次に見てもらった時6に増えてたって言ってた。じゃあ2人連れてきちゃったんだ。どうしちゃったんだろうね。どうしちゃったんだろうね。うん、え、でも4人ついてる時点でさ、もう結構重くない、そしたら。ねえ、うわってならない。でもまあそれだいぶ前の話って言ってたから、うん、今どうなのかちょっとわかんないけど、この人とちょっと近づくのやめようかなって思った。うん、賢明な判断。そうだよね。てかもう生き量飛ばそう。飛ばす方なんだ。
でも生き量って飛ばしてる側は空っぽになったりしないのかな。だってどうやって生成されるんだろうね、生き量って。ねえ、でも人の思いだから。うん、だってあのなんだっけ、あのさ、めっちゃ封印されてるさ、音量いるじゃん。めっちゃ封印されてる音量なんだっけ、平将門。あー、なんか知ってる？日本三大音量みたいな、音量みたいなね、激ヤバ音量ね。うん、とかもさ、うん、時空を超えた呪いなわけじゃん。闇果てた末のやつじゃん、それって。確かに確かに。うん、だから思いが強い人はちょっと注意してください。そう、メンヘラの極みってことでしょ。でもさ、男性でさ、そんな昔でさ、そこまで行っちゃうとさ、結構やばいね。やばいよね、 SNS もない時代に何を病むことがあるのって思わないちょっと不安になるね。うん、え、お岩さんって何した人なんですか？おしゃべり会の間に例の平安時代からの闇は、平安時代の、そっか、平、平家って平安時代。うん、え、違くない？もっと前じゃない？もっと後だよ、平安。あと平は、そうだよね、だって源氏と戦ってたのもっと後だよね。旦那に殺されたのがお岩さん。あ、それはもう呪っていいわ。なんだろう、呪い殺そうえ、なんでそんな殺される筋合いがあるの？そうだそうだ、ひどいよ三大音量全部平安時代の人だって。じゃあ平安時代なの？そう、平安時代が闇期ってことでしょ本当の闇期お岩さんはさらわった、さらわっただけで？キモいね、なんでそんなことされないけんの。平野の姿を読める、平家玉って、え、そうなの？平野なのに平安時代闇期理解、さらわったの。え、待って待って、三角関係ってこと？お菊さんがさらわって、なぜかお岩さんが殺されちゃったってことえ、なになに、どういうこと？旦那が不倫してたって、そういう話？やばいね。うん、美和さんは旦那の浮気、え、ガチじゃん。で、浮気は良くないってことですよね。要するに他のレーンに行くのは良くないってことですよね。要するに、いつの世も、そうだね。で、リカも後世にまで語り継がれる怨霊になるよ、あまりにもみんなが浮気してたら。すごいなんかあの封印の石みたいなのでさ、あの新潟をこうにこうなんか祀られるぐらいの存在になるよ。すごい、それぐらい呪うよ人々。す
すごい、ヴォルデモートだ。ヴォルデモートだよ。しもべの肉捧げんつって。いけにえの血捧げん。ハリーがうわーっつって。ポタポタっつって。でかい釜に血入れられて。うん、ただでさえ鼻ないのにもっと鼻平べったくなるやん呼吸しにくそうでもさ、ヴォルデモートってさ、なんかさ、鼻くそたまりやすそうじゃないなんかね、前に向いてるもんね想最低すぎてくさえ、だってさ、いや、そんな、そういう形状してない？なんか、わかんないけど。でも、ヴォルデモートの、あの、服いいよね。あ、最後の方のだよ。あ、スーツのやつ？そうそうそう。ちゃんとしたらちゃんとするやんって思ってた普通にさ、ヴォルデモート役の人ってさ、ちょっとイケメンじゃない？イケメンだよ。そうだよね。うわ、2時だ終わるね。7位が、ちょっと待って、7位がランキング、ランキング、7位が手豆さん、6位が父ちゃん、5位がたけたけさん、4位がタリエムさん、3位がビスコさん、2位がタダズミのおっかさん、1位がテイモンキバーガーさんです。また気が向いたらやります。